起きたみたい。心配はいらないみたいだね。足手まといが一人減るのはいいことだ。セナディア？あれ？私たち、知り合い？わからない。でも、私たちは、夢で会ったばかりだよね。おぉ。何そのナンパのやり方、古すぎるよ。ああ、ごめんごめん。からかってるつもりはないの。気にしないで。あなた、セナディアじゃないの？確かに私はセナディアだよ。セナって呼んで。でも、本当にあなたのことを知らないの。それに気になるんだ。どうして私たち、向き合って同じところに閉じ込められてたのかなって。あ、それだけじゃ理解できないよね。ほら、ここだよ。彼女たちが間違えて私たちの封印を解いたから、こうして仲間になれたの。確かにいろんなことがあったね。コラリー、そう警戒しなくてもいいよ。私はヘリア、エルデシュ・ヘリア。前が名字で、その次が名前だよ。こっちは私のパートナー、コラリー6626プランク。私たちは天面。バカ。彼女たちが理解できない情報は、一気に話さないで。簡単に言うと、私たちは宇宙人なんだ。この量子空間で迷子になって、たまたまそこにあるキューブから、あなたたちを助けたの。一応期待せずに聞くけど。待って。今、宇宙人って言った？何か問題でも。あなたたちに渡してほしいものがあるって、夢の中で頼まれたんだ。これは？ああ、思い出したよ。アストラルリング。そうだよね。あれ？でも、あなた、アストラルリングじゃないの？あ、これの話じゃなくて、あなたはさっき、私のことを知らないって、そう言ったよね。え？どうしてそんなことを聞くの？確かに知らないよ。というより、私には、あなたたちに会う前の記憶がないの。まるで、人生がここから始まった、みたいにね。なのに、あなたは私の名前を知ってる。変だよね。変な夢だね。でも、あんたがセナディアの名前やアストラルリングの話をした時、嘘をついてるようには見えなかった。確かに言語自動翻訳システムの追加観測データからもそうだと証明できる。まあ、そもそも私たちを騙す理由なんて夢追い人にはないでしょ。それにアストラルリングと言ったら星座に対応してる。火星の崩壊獣。夢追い人、後ろに隠れてて。よかったよ。あなたが呼び寄せたんじゃなくて、
ったの？つまり私は不運を招く体質？それはちょっと悲しいな。人の冗談を本気にしないで。それはさておき、さっきのアストラルリングの話なんだけど。うん、アストラルリングの力はまるでみんなのために作られたみたいだった。私たちばかりを褒めないで。みんなをサポートするアストラルコネクターとして、あなたもちゃんと力になってくれたよ。でもそうなるとますます怪しい。誰かが夢の中でアストラルリングを私たちに渡すように頼んできた。文字通りの意味で理解した方がいい。それについては私もよくわからないんだ。少し前に私はいつものようにベッドで眠った。その結果、私は死んだ星とその後の一連のことを夢で見た。それからどうして自分がこの未開拓のデータの海で目覚めたのかなんて私が知りたいくらいだよ。データの海？ああ、この量子空間の名前？そうだけど、どうかした？なんでもない。ところで、今死んだ星の話をしたよね。念のため、どういう感じか書いてくれる？紙とペンならあるから。いいけど、ちょっと下手かも。だいたいこんな感じかな。おお、細かいところもいっぱい書いてる。結構上手じゃない。確かに火星だね。うん、あなたがこの知識を持ってるのはきっと量子の海の揺らぎによる結果じゃない。この惑星の本当の姿を知る方法なんてあなたにはないはず。あなたのいる世界の泡がこれほど静まり返ってるなら、そもそも暮らせないと思う。ああ、コラリーが言おうとしてるのは、あんたがアストラルリングとこの絵で彼女の信頼を勝ち取ったってこと。ごめん、ヘリアの自己紹介を邪魔してしまった。私たちは太陽系の第三惑星から来た。あなたたちが第四惑星から来たようにね。私たちはお互いにとっての宇宙人なんだ。第三惑星、青の惑星と灰白色の巨大な衛星。あの青い惑星にもやっぱり文明が存在するんだ。何その悟りを開いたような反応は。まあ理解できないわけじゃないけど。同じ船に乗った仲間なんだし、その辺にしたら。でもこの話題なんだけど、これは私たちの高校日誌の一部。私たちの素性をよりよく把握できるかもしれない。とにかく今の私たちの目標は似てるはず。それぞれ抱えてる謎は多いけど、この地に長く留まるのは得策じゃない。ちょ